いだよな。それなのに助けてくれてありがとう。別に助けたからってお前を認めたわけじゃないぞ。特に嫌いというわけでもないけどな。素直じゃないね、紫電君は。またみんなと一緒に行動できるな。嬉しい限りだぜ。なあ、つぐみちゃん。かげろう、私に隠し事してた。隠し事してた。に、2回も言うなよ。ごめん、悪かったよ。本気でそう思ってる。ユイタ、今いいか。何かあったのか、深刻そうな。実はおじさんか。おじさんって。うん、でも最近いろいろと病院のことに詳しくなったようだ。一条家の一員としての自覚が。なんだよ。うん、せっかく私たちが頑張って政府の秘密を。そうだな、いろいろと。あれだけのことをして何の場。でもいいのか。大丈夫、身内だとか。今まで私たち胸を張って自分は海抜。わかった。要するにおじさんたちが研究に帰。そうだな、何か残してるとしたらきっと。ありえるな、あそこは怪異もいるし。え、今さら何。うん、消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。さす。変えるよ、つぐみ。ユイト、あそこ。誰かが。それは後で考えよう。まずい。倒すだけならともかく、あの人を守りながらじゃん。花火、彼女を炎。え、そんなことしたら。火の強さを抑えて外側に向かうようにすれば。理屈ではそうかもしれないけど。でもこのままじゃ。大丈夫、花火ならできる。わかった。いいぞ、その調子。大丈夫ですか。花火。余裕余裕。弱いみたいだな。それ、それ、ちょっ
けるぞ。終わりだ。買わせてもらう。ここだ。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。いや、せっか今だ。これで全部倒し、うん、ゆいと、いきなり無茶なこと言ってよ。あ、そうだ、あの、いえ、海抜軍、海抜軍なのよね。いえ、待って、そっちの子、まさかゆ、いいわ、あなたたちを信用する。ここへ何をしに来たのか。ええ、そうよ。でももう限界、罪悪感で毎日眠れなかったわ。それってもしか、あなたたちがやったの？真実を明らかにして自分も。それじゃ目的は、どういうこと？私たち病院の責任者を追及するため。そう。ならお互い、この中に誰が何のために研究を指示、これを広く公開できれば。ってことは、この人は。ああ、それにしても、怪異を避ける研究員用の通路があるのよ。でももう大丈夫ですよ。ここまで来ればあとは、いえ、そんな、私もあなた、例の情報はど、まずはマスコミに持ち込むつもりよ。もしそういう報道機関がなく。わかりました。ええ、あとは花火。うん、この間、それって、そうな、私、自分の発火能力はただ敵を持って、そこに何かヒント。そうか。うん、とってもね。知識を共有できたことが救いにつながった。感謝するよ、ルカ。いえ、こちらこそ。ユイトの生還にはあの場にいた全員の力が必要でした。みんなよくやったと思います。そうだね。あの、うん、聞くよ。あのね、ちゃんと、ユイトの気持ち私に伝わってる？私のも。そうだといいな。よかった。もちろん、つぐみの気持ちも伝わってるよ。言葉は少なくてもさ。
ゲンマ、ちょっといい？どうした、ユイト？この前話を聞いたゲンマの友達が行方不明だ。別に構わない。まだ中は確認してないんだ。ゲン、これはこの春の退役者に絞ってデータを中あったぞ、こいつだ。海抜軍は何のために退役した？どうしたんだ？こんな納得できん。病院で死亡。確かにこのリスト変。うん、退役兵は真摯。おい、二人とも、俺の見立てじゃこりゃはっきり改ざんされ、遺体を運び出した記録が全くないんだ。本当か？断定はできないけどな。病院の暗部に関わっている可能性が高い。退役兵には家族がいない者も多い。ゆく、あくまで推測と言いたい。だったら早く動いた方がいい。ああ、このデータでは入院先は海抜軍。その可能性はあるな。最近海抜軍病院の状況を、たまに病院から西蘭方面へ向かう妙な車両があるんだよ。今の状況で西蘭と、わからんが、他に手がかりもないし。西蘭方面へ行くなら必ず川を越え。それじゃあ、すまん、二人。ああ、もっ。二人とも、いいニュースだ。識別ナンバーからスオーを出発した例の車両の詳細情報にアクセスできた。どうやらビンゴだぞ。積み荷の欄に入院患者の名前がずらりだ。探してるマサキさんの名前もあったぜ。本当か？ならばその車両の中にあいつが。ああ、可能性は十分にある。車両は今ちょうど停車中だ。位置データを送るからすぐに向かってくれ。タルが言ってたのはあの車だな。何か積み荷を下ろしているな。
ってことはゴミ捨てを、いやゴミなら車がいなくなったから。ああ、カイがやめろ、ゲンマ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。よろしく強化。そこを突かれると弱いみたいだな。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。ゲンマの硬質化が有効そうだけど、火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。よっ、遅すぎた。あいつだ、何十年も人類のために命を懸けた。友達がこんな目に遭ったのに。怪異に食われなかった連中だけでも、ま、俺も手伝うよ。ありがとう、ユイト。後でマサキの弟と。なあ、ゲンマ。ああ。あなたがゲンマさん。はい、マサキさん。言いにくいことですが。そんな。確かです、海抜軍の機。いいんです、ゲンマさん。実はあの後兄からメッセージが届いたんです。しばらく連絡が取れなくなるかもしれないが、それから兄の本。これは。兄はゲンマさんが自分の会直接話さなくても、メッセージがなくても、ゲンマはどこまでもマジ。私が誤解していたんですね。兄は最後に、退院できたら過去に。それは結局叶いませんでしたが。ありがとう。今日はあなた。ゲンマ、あいつに脳がつながっていなくても。マサキ。ゲンマ、すまん。ああ、
ユイトは真面目だね。無駄ってことはないだろう。迷惑は、まあ新人というものは、まあこれからもどんどん迷惑を。興味深いね。ユイトのことをもっと解析、もとい知りたくなったよ。なんか不穏な感じがしたけど。ユイトは、え、そうかい。クソ真面目なところ、ま、性格や思考はかなり違う。ユイトの思考パターンはほぼ把握したぞ。見る目があるね。ユイトくん、今日、え、そいつはよかった。どうだユイトくん、俺様に興味が湧いてきたか。カゲロウって捉えどころがないけど。気が利くね。ねえユイト、私たちって危険な仕事をして。お守り。あら、あまり乗り、とっても効果があるのよ。ユイトのこと少し分かった気がするわ。でもまだまだね。強化とはもっと分かり合える気がするな。これからもっと話していこう。素敵ね。重ねとはもっといろいろ話さなきゃいけない気がする。いきなり悪かったな。いつまでも僕がそ。成果じゃないが、ユイトの扱い方がつかめてきたな。それって俺は喜んでいいのか、シデン。あなたって不思議ね。え、何が？存在がよ。最初は毒にも薬にも単にいい人なのね。そういうところ嫌い。ユイトのことなんだか少し気になるのよね。え、気になる？そうなんだ。ありがとう。重ね。いいけど。一度改めてお礼を言いたくてさ。私が恩人？この素っ気ない感じ。いやほら、荒はばきのところで。ああ、もちろん全員に感謝してるけど、
誰か一人でも欠けてたら俺の記憶も。分かった。ああ、それで十分だよ。普通に話すこと。重ねとは敵同士になったりいろいろあっただろ。時々思うんだ、同じ超能力を持った俺たちが。あなたがどう解釈しようと自由。か、大げさというより運命って言われると。そうか、運命って聞くと前世からの差。でもさ、どういうこと？運命ってのは確かに押し付けっぽいけどさ、そういうの全部ひっくるめて今の俺がいると。そういうことなら私も同感。あなたにはまだちゃんと伝えていなかったわよね。え、トゲツとの戦いの中で私たちを助けてくれたの。そうか。別にあなたが気に病むことはないわ。ただ私がこうしてユイトと一緒に戦っ。そうなの？私のユイトの第一印象は、お姉ちゃんがあなたのことを気にしていなかったら。うわ、お、それはお姉ちゃんは。そうか、あなたがそう思ってくれるな。誰かが死ぬってやっぱりしんどいよな。最初はただショックなんだけど、今まではブレイントークで声も顔も。それでも記憶があれば無駄にしちゃいけないんだわ。あな、そうだな、やっぱり。私もそのうちまたじっくり。そうね。きつい。ええ、カサネも俺もそんなに変わっ。ねえ、前に嵐から聞いたのだけれど、いい人って。どうだろう、基本的。そう、それなら。ユイト、あなたを好き。少しだけ理解できた気がするわ。本当？金にそう言ってもらえると嬉しいな。
Thank you.